新ちゃお、富士スイミングクラブの湯沢です。今回の動画では泳いでいる時の呼吸について話をしていきたいと思います。手や足が上手に動かせても呼吸が上手にできなかったら長い距離を泳ぎ続けることはできません。長い距離泳ぎたいけどどうしても呼吸が苦しくて泳ぎ続けられない、こんな方も多いんじゃないでしょうか。呼吸が上手にできれば長い距離泳いだり、早く泳いだり、楽に気持ちよく泳いだりすることができるようになるはずです。ぜひ最後までご覧ください。一つお知らせです。富士スイミングクラブはベトナムで水泳のレッスンと水泳コーチに向けた指導研修を行っています。興味のある方はぜひご連絡をお願いします。では動画の続きをどうぞ。泳ぎ続けるためには必ず呼吸をする必要があります。上手に呼吸ができないと水泳の練習に取り組む気持ちというのもなかなか上がってこないと思います。ではなんで泳いでいる時の呼吸は難しいんでしょうか。その原因は体が水の中に入っていると水から水圧がかかるからです。この水圧があることで陸上のように呼吸することができないんです。皆さんは陸上で呼吸するときは特に意識せずに息を吐いたり吸ったりしていると思います。しかし水の中では水圧が体にかかっているのでこの影響で意識しないと息を吐いたり息を吸ったりすることができません。泳いでいるときにスムーズに呼吸するために特に意識してほしいのは息を吐くことです。泳いでいるときに呼吸が上手にできないなという方の中には息が正しく吐けていないという方も多いです。息が吐けていないと肺の中には空気がたくさん残っている状態なのでその状態で息を吸おうとしてもそれ以上空気は入ってきません。また先ほど正しく息が吐けてないという言い方をしました。ここもかなりポイントになってきます。水泳を行っている時は顔が水の上に出ている時しか息を吸うことができません。例えば泳いでいる時に顔が水の中に入っている時に息をふーっと吐き切ってしまって息を我慢している状態で次の呼吸まで待っている状態はとても苦しさを感じます。陸上でも息を吐き切った後に少し我慢してから吸うということをやっているとかなり息苦しさを感じると思います。陸上では息を止めることなく吐いて吸ってという一連の動作を繰り返し行っていると思います。水泳もできるだけこの状態に近づけていく必要があります。
顔が水の中に入っているときは息を吐いて、顔を上げて呼吸するタイミングに合わせて息を吐き切って、顔が上がったらすぐ息を吸えるというふうに調整しながら息を吐くことがとても重要になります。また息を吐きすぎてしまって呼吸を止めている時間があるというのは他にもデメリットがあります。それは体が沈んでしまう原因になるということです。このことについてはまた別の動画で詳しく話していきたいと思います。次回の動画では今回話した呼吸がスムーズにできるようになるための練習方法について話していきたいと思います。次回の動画を見逃さないようにチャンネル登録をよろしくお願いします。また今回の動画の内容が良かったという方は高評価もよろしくお願いします。では今回の動画はこれで終わりになります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。